ルイーズイ・イポリット・ド・モナコは、モナコ女皇。現在のモナコ公家の先祖。モナコ皇、アントワーヌ一世と比で、アルマニャック博、ルイの娘マリー・ド・ロレーヌの娘として生まれた。他に、男の兄弟がないため、ルイーズイ・イポリットが、次期継承者とされた。アントワーヌは、フランス王ルイ十四世の許しを得て、娘の未来の夫は、ルイーズイ・イポリットの共同統治者となり、 グリマルディの生を与えることに決めた。1715年10月、18歳で、ルイズ・イポリットは、ジャック・フランソワ・ゴアイ・オンド・マティニョンと結婚し、8子を産んだ。この結婚は不幸だった。ジャックはモナコよりも、華やかなベルサイユ宮殿暮らしを好み、多くの愛称を抱えていたからである。父の死により、ルイズ・イポリットは1731年4月に、 パリからモナコへやってきて、国民により歓迎会が開かれた。その歓迎会に出席したジャックが加わると、会場の雰囲気が冷ややかなものに変わったという。同年暮れ、ルイーズ・イポリットは天然島で休止した。ジャックは国事を放棄した上、翌1732年5月にはモナコを離れて、フランスへ戻った。彼は1733年に、 長男を乗れに、好意を譲った。ありがとうございます。